クロス、ベリンガムの移籍1億300万ユーロだからなに、俺たちが送ってるやつで高い移籍にもかかわらず、実質キャリア休ませた選手もいたよね。振り返ってみれば誰もが大金に目を移籍しなかったと言うだろう。でも今回はポジティブにスタートすると信じようか。俺それさ、読んだんだけど、本当に言ったのそれ。なんか、どこに刃向けてんだって、めっちゃ仲悪かったのかな。でもなんかクロースの場合、仲悪くなくても言ったりしそうなんだよな。本当狂ってるからね。そう、だから俺あんま信じられなかったんだよね。でもやっぱり、そう、俺ツイッターで見て、いや、これ本当なのかなと思って、アザール以外の人もいるからね、いろいろ言ったら、あ、アザールもそうかってなってる可能性もあるけど、まあ、いずれにしろだよね。サイコパスは共感性欠如みたいな感じじゃない。無神経をかっこよく言うとサイコパスだからな。だから仕事できる無神経のことサイコパスっていう感じするよね。まあ、それで言うと、クロースはサイコパスなのかね。皆さん、クロースの評価はどんな感じですか？どんな感じ？アンカーやった時に、守備の時のポジションちょっとずれたりとか、マークミスったりとかあるけど、それ以外はもう、めっちゃフィジカルもあって、キックの技術もあって、みたいな、判断も良くて、みたいな。で、まあね、年齢的にフル出場な連続みたいなきついんだろうけど、めっちゃいい選手っていう評価ですね。そう、サイコパスね、ただの無神経は言われなかったね、クラスで浮いてる人とかね。仕事できる人が言われる感じだからな。クロースの発言は自身のポッドキャストで言ったっすよ。あ、そうなんだ。あ、消しちゃったけど、これ。ポッドキャストとかね、この生配信もそうだけど、見てくれてる意識なく言っちゃうから、選手とかだと別に喋りの仕事じゃないから、より一層言っちゃいけないこと、いいこととか変なになっちゃうんだろうね。Thank you.